どうも阪神タイガース応援チャンネルの元ですすよろししくお願いしますさて本日はですね6月10日阪神 vs 広島の練習試合について語っていきたいと思いますというわけで結果は「阪神ボロ負けでございますと」といやーねえー、今日もお仕事で <laughs> リアルタイムでは試合を見れなかったんですけど、まあ、雨という予報だったんでまあもしかするとやってないのかなと思って、えー、帰る途中にスポナビを開いてみると あらびっくりと見間違いかと思いましたよね とんでもない失点を食らっててね、いやー、うんって感じですね。まあまあまあ、とにかくやっていきましょう、えー。スタメンオーダーから見ていきますと、1番ライト糸井選手、2番センター近本選手、3番サードマルテ選手、4番ファーストボーア選手、5番レフトサンズ選手、6番指名打者福留選手、7番セカンド糸原選手、8番キャッチャー原口選手、9番ショート木浪選手ですね。先発ピッチャーがガンケル選手になっておりますと、相手チームのオーダーはこちらですね。というわけで、打撃陣から見ていきましょう。糸井選手ですね。 3打数1安打ですと、レフトフライ、ショートフライ、ショートへの内野安打という感じですと、えー、リクエストがあって、 で、まあ、変わらず、ショートへの内野安打という感じだったんですけど、まあ、まあ、それは置いといてね、まあ、吉尾さん、とりあえず1本打ってくれただけでいいんじゃないかなと思っておりますと、え、さっきに言っときましょう。まあ、もっと前に言っとくべきだったんでしょう。今日は打撃陣においては、もう、パッパッパーっていきます。はい。えー、続いて、近本選手ですね。3打数、無安打ですと、ファーストゴロ、ピッチャーゴロ、サードゴロという感じです。まあ、特別に言うことはないかなという感じですね。まあ、1打席目のファーストゴロ、まあ、当たりは良かったんですけどね。うん。 はい続いてマルテ選手ですと2打数無安打1フォアボールとショートフライフォアボールサードゴロという感じですとまあ言うことないかなまあとりあえず1出塁という点においては良かったんじゃないかとは思ってますとえーっとねまあ見てて守備においてですけどその何と言いますか送球は綺麗やね <laughs> そこぐらいしかねポジれる部分はないというか え続いて、ボーア選手です。4打数1安打1併殺ですね。えー、セカンドゴロ、セカンドへの併殺だ、センターフライ、レフトへのヒットという感じですと、3打席目のセンターフライは力負けしてしまってねうん、ホームランにならなかったという感じなんですけど、これをね、力負けしてしまってはダメだという感じでございます。とまあ、1安打出たんで良かったというべきなのかとは思いたくはないですね。 はい、続いてサンズ選手ですと、4打数1安打1三振です。レフテへのヒット、センターフライ、セカンドゴロ三振という感じですと、え、半振初のヒットがサンズ選手、え、2回の表か、え、ヒット打ってその後三振三振って感じで、え、何も繋がらなかったというね。いやー、ま、サンズ選手も1本出て、ま、まずまずだとは思うんですけど、ね、ちょっと MBS 法に不安が残るよな。 まあえーっとね、個人的に好き嫌いは多分あると思うんですけど MB、まあ、つまりマルテ、ボーアに関してはある程度見れると、まあ、マルちゃんに関しては選球眼も見れるんで、えー、置いといてもいいと、まあ、ボーア選手に関しては、まあ、4番でとりあえず固定して、えー、使ってみないとわからないという部分もあるんで、えー、ボーア選手も置いておこうと。 いやサンズ選手だけがね、ちょっと得点圏のバッティングっていうのも全然見れてないのもあるし、えー、ソフトバンク戦やったかな、まあ、得点圏での、えー、ヒッティングはちょっとダメだったという部分もありますけど、まあ、得点圏でのバッティングを全然見れてないという部分はもちろんあるんですけど、ちょっと期待しにくいバッターに、えー、今の感じの評価って感じですね。 はい、続いては福留選手ですと、2打数無安打1フォアボール2三振と、えー、三振フォアボール三振という感じですと、まあベテラン次は頑張ってくれるはず。はい、続いては糸原選手です。3打数1安打2三振です。三振三振来程のヒットという感じですと、えー、フランスは選手やったかな まああのー、若干ね、その球速は落ちてるというか、まあまだ本調子じゃないという感じなえフランスは選手だったと思うんですけど、え高めのストレートを、えー、しっかり引っ張ってヒットにできたという点は良かったと思う。はい。 え続いては原口選手ですね。2打数無安打ですと、サードゴロ、サードゴロという感じですと。えー、グッチね、最近ね、初球から振りに行ってて、まあ、それこそホームランを打ったっていう時もありましたよね。えー、それ自体はいいんですけど、その初球からね、打ち気が流行ってて、サードゴロ、まあ、引っ掛けてしまうという感じ。まあ、今日も2つサードゴロになってしまってるんで、えー、そこはね、ちょっと、うんっていう部分はあるんじゃないかなと。 まあ原口選手本人が一番分かってるとは思うんですけど、ちょっとね、そこ修正必要かなとは思ってます。えー、続いては木浪選手ですね。2打数無安打ですと、レフトフライ、サードフライという感じです。まあこちらに関しては特別言うことないという感じです。えー、続いて坂本選手ですね。1打数無安打、1三振と三振ですね、えー。9球目まで粘ったんですけどね、えー。糸原選手ヒットでノーアウト、ランナー1塁という場面で三振してしまうと、まあ惜しかったんですけど、とりあえずね、粘ったということに関しては良かったと思います。はい、続いてはヨ川選手。 1>, 1打数1安打1打点ですセンターへのスリーベースタイムリーヒットという感じですといやーね惜しかったねもうあとあと10センチぐらいでホームラインやったねえ横、ー、川選手もねなかなか出番がないんですけど調子の良さはアピールしてくれてると思うんでえー、開幕1軍のメンバーにはとりあえず入ってくるんじゃないかなと思っておりますと はい、続いては高山選手ですね。1打数無安打1三振と三振ですね。えっ、ー、とね、もうちょっと前からね、その高山選手の状態自体はすごくいいんですよ。まあ4打席3打席与えられた時に、そのライトフライにはなってしまったものの、当たりはめちゃめちゃ良かったりだとかっていう部分はあるんですけど、本当にね、全然結果が出ないだけに、ちょっと期待もしにくくなってるっていうのが今の現状って感じですね。 はい、続いては江越選手ですと1打数無安打1三振と三振ですねいやー、まあ、あの、なんと言いますかいつも通りの江越選手に戻ってきつつあるっていうのがなんとも言えない気持ちなんですよね <laughs> まあまあ、その辺は置いときましょうはい、続いては北条選手ですね1打数無安打ですとファーストライナーですねこちらにおいては特別言うことないと、えー、続いて上本選手ですね1打数1安打ですとレフティのヒットですね、えー、もう最後の最後にヒットを打ってくれたという感じですねポンもねいい感じでアピールはしてくれてます はい、えー、最後ですね、上田選手ですと、1打数無安打1三振と三振ですね、甲、え、斐、ー、君、次頑張ろうという感じでございますと、えー、じゃあ投手陣見ていきましょう、本日投手、ガンケル投手、高野投手、小川投手、守谷投手ですね、えー、ガンケル投手、4回投げて88球、8安打4三振、3ファーボール8失点と。 いやーまあねその本塁打、まあ、どころかグランドスラム2発食らってるっていうのはね、まあ、1人の投手で2発食らってるっていうのはまあまあ珍しいんじゃないかとは思うんですよ、えー、去年のね甲子園での試合岩貞選手と岩崎選手が、えー、中日相手にね、えー、1人ずつちゃんとホームラン満塁ホームラン2本食らって帰えるっていうのをね僕は現地観戦しに行ってすごく悲しかった思い出があるんですけどまさかね今回はガンケル投手1人で満塁ホームラン2本食らうとはね いやーねちょっとどうなってるんやと思って録画してた動画をねガンケル選手の分だけは見てたんですけどあの思ってるより悪くないよピッチング内容的にはピッチング内容的にはねまあ個人的な意見であるとはいえその低めにちゃんと集まってたしってまああのメヒア選手に打たれたホームランドーバイス選手に打たれたホームランというのは抜け球です確かに。 その1球が非常にもったいなかったなという点ではあるんですけどそれ以外に関して、えー、菊池選手に打たれたヒット、えー、西川選手に打たれたヒット鈴木選手に打たれたヒットっていうのは、えー、しっかりインコースに投げ切ったりだとか、まあ、低めにしっかり集めたボールを逆方向っていう感じなんで、まあ、そこに関してはその相手の方が上手だったんだなという感じなんですけど、まあ、ホームランのボールに関しては悪いと言っておきましょう。 ただ、その基本的なピッチング内容においては、そんなに悪くなかったとは思う。ただ、ただですよ。まあ、開幕ローテ入りは難しいのかなっていうふうには思ったりするね。矢野監督の頭の中はわからないですけど、ちょっとね、え、4回投げて80球、え、8失点で打たせて取るっていうピッチングスタイルのガンケル選手が、もうとことんまで打たれてしまうっていうのはちょっと見にくいかなって感じですね。 はい、続いては高野投手ですね。1回と3分の2を投げて64球、8安打、2ファーボール、1レッドボール、7失点ですね。 えっとね、まぁ、あ、ガンケル選手に対しては、そのピッチング自体はそこそこ良かったっていう感じに言ったんですけど、高野投手に関してはね、ちょっと非常に申し訳ないんですけど、えー、ダメとしか言いようがないかな。えー、っと、前の前の登板かな。前の前の前の登板かな、えー。変化球を試しているようなピッチングを見せて、えー、まあ負けはしなかったですけど、1失点食らってしまったと。で、前回、前々回かなっていう登板で、まあ、ストレートを交えて変化球もっていうと といろいろ試した中で、えー、今日のピッチング非常に期待してたんですけど、まあ、残念ながら7失点食らってしまったとかね、えー、ファーボールで満塁にしてその後デッドボールで押し出しでその後にねまた、えーまあ、フォアボール5、まあ、デッドボール5っていうところの、ね、1球目をしっかり打たれてでその次もでね えー、抜け玉抜け玉抜け玉っていう感じだと思います。マスポドミみ見る限り。動画ではね、まだ見てないんですけど、まあ、ど真ん中付近のボールがめちゃめちゃ多かったですよね。そこら辺に関しては非常にもったいなかったね。高野投手に対してすごく期待はしてたんですよ。中継ぎの一角になってほしいなという感じだったんですけど、えー、今日の登板を見る限り、ちょっと中継ぎでの開幕のね、スタメンメンバーっていうか、まあ開幕のメンバーに入るのは、えー、非常に厳しい。 立ち位置にななっっっててしままたかとと思っておりますとはい、続いては小川投手ですね。1回と3分の1を投げて20球無安打1三振無失点ですね。小川投手しっかりやってくれたね。えー、広島さんね、やっぱりストレートに強い。まあ全部強いんですけど、まあ、ストレートに強いという印象がある中で、えー、ストレートでどんどん勝負してって。 まあ、力負けしないストレートで、まあ、フライを取ったりね、三振を取ったりだとかっていう感じがあったんで、小川投手に関してはいい感じで仕上がってるなと思っております。まあ、今日に関してはもっと言うと、あの、変化球でカウントを取れたりだとかっていう部分があったんで、やっぱそこですよね。変化球の精度っていうのがすごく大事になってくるかなという感じです。はい、最後ですね、森谷投手です。1回投げて2球1安打無失点ですね。いやー、素晴らしいとしか言いようございませんと。 はい、え、本日はですね、6月10日、阪神 VS 広島の練習試合について語らせていただきましたと。いやー、皆さん聞いてくださいよ。ね、昨日と今日と、まあ、広島戦でね、まあ、松田スタジアムでの試合っていうのは、えー、ダゾーンにね、入ってても見れないんですよ。だからどうしたかというと、僕は J スポーツに加入しましたと。 まあだからね、ありがたいことに動画を見させてもらってるんですけど、この2試合非常に悲しい試合が続いておりますと。もっと言うなら明日も全国的に大雨という予報なんで、まあ明日の試合もないと。今月、この2試合を見るためだけに J スポーツに加入した男、をケンタムという感じでね、非常に悲しいんですけど、まあまあ J スポーツ、まあ大きい画面でね、野球を見れるっていうことは嬉しいんですけどね、まあできれば、勝ちを見たかったという感じでございますと。 はい。というわけで本日の動画は以上となります。よかったらチャンネル登録、高評価、コメント、そして Twitter、Instagram のフォローをよろしくお願いします。というわけで失礼します。バイバイ。